英文読解講座第2回目。今回のテーマは、一文一文を正確に読む。そのために必要なこととして、SV の発見。これがいかに重要であるかということを講義していきたいと思います。前回の英文読解講座1番では、全体的なお話をしましたけれども、そこの中で使った、この表ですね。レベルの0から始まって、クリティカルリーディングレベルに至る、レベル4まで。この中で言うと、黄色で今塗った部分です。レベル0から1、のところで、必要な、ことだというふうに思って、ください。はい、まず例の1をちょっと見てみましょう。I like books という文ですね。この英文はむちゃくちゃ優しいですよね。じゃあ、どうしてこの英文はむちゃくちゃ優しいんでしょうか。単語が優しい、短い、その通りです。だけども、この英文が優しい理由というのはですね、実は I という、主語のテリトリーが1語、Like、動詞という、好きというテリトリーが1語、本をという目的語である、テリトリーが1語、つまり、単語、1語の単語が1つのテリトリーを形成しているというところが、優しさの原因です。では逆に難しい英語っていうのはどういう英語なのかっていうと、これと対極にあるものなんですね。つまり、一つ一つのテリトリーを判別することが難しい。ここからここまでが主語でって愛しかないからパッとわかるんですけども、英語の中にはものすごく長い主語があったりします。そうするとどこからどこまでが主語なのか、そのテリトリーの判別が非常に難しいと難しい英文になる。それから、それぞれのテリトリー間の関係、私、好き、本、これだと私は本、好きしかもう、結びつきはありませんけども、長い英語になっていくと、どっからどこまでがどこにつながっているのか、つまりテリトリー、同士の関係を決めることが難しい。それから使われている単語は難しい。この3つですね。テリトリー判別の難しさ、テリトリー同士の関係の難しさ、単語の難しさ。この3つのどれかが難しいと、やはり、英語を読んでいて難しいなっていうふうに思ってしまうと思います。はい、ですから、まず英文をしっかり読むためには、単語レベルではなくて、特にテリトリーの判別、ここからここまでが一塊だ。ということをしっかりと見抜く力を養うこと、それからテリトリー同士の関係をしっかり決めること、これは英文法の力がなければできません。そうするとですね、なかなか難しい英語に当たっていくと、この英文法の知識をどう使ったらいいのかってことが次のテーマになるんですが、ここに挙げた5つ、この中でも大事なのは、まず英文の中の動詞を全部片っ端から、チェックしていくと。そうすると、動詞に対して主語が必ず左側にある。この SV が、どれが本物の SV なのかってことをしっかりと見抜く。文全体の SV をしっかりと見抜く。これができれば、英文解釈の第一歩をしっかりと踏み出せたことになります。で、それ以外の3、4、5というのは、まあ、その後ですね、この1番、2番ができた後に考えればよいという姿勢で英文を読んでいきましょう。まず大事なのは、文の主語動詞、つまり何がどうした、これをしっかりと掴むことが第一歩だということを頭に入れてください。はい、それでは、なかなか難しい英文ですけれども、いくつかの英文を、扱っていきましょう。まず英語を難しくしている原因の中でよく出てくるのが、このカンマカンマの挿入ですね。こういうのがあったときは、ここからここまでを最初抜いてしまえばいいです。そうすると、動詞がリムーブドという動詞で、左側にあるものが主語ですから、his father が帽子を取った。そして、ここの and は、このリムーブドとバウドを結んでますから、頭を下げた、お辞儀をしたということですね。彼のお父さんは帽子を取ってお辞儀をした。じゃあ、ここからここまではってことなんですけども、このムーブドから by the beauty of the scene、のとこまでですけども、ここは、挿入になってましたから、まあ、抜けていても、問題は文の構成上ないわけですけども、分子構文、過去分子が、時、理由、条件、情報、付帯状況といった、意味になる、勉強しましたね。そうすると、その景色の美しさに感動して、彼のお父さんは帽子を取ってお辞儀をしたというふうになります。
はい、次も、カンマカンマによって、英語が複雑になっている例ですが、最初はこんなものを抜いてしまえばいいです。そうすると is をチェックすると左側ランゲージしかありません。そうすると言語はとても素晴らしいものだとなりますね。はい、今回は接続詞がついていますけども、この挿入の部分は、言語は、非常にありふれたものであるけれども、これほどまでにありふれたものであるけれども、とても素晴らしいものですよというふうにつながっていきます。はい、次も英語を難しくしている一つの原因としてよく出てきますが、関係代名詞。関係詞を見たら先行詞にアンダーライン引っ張って関係詞がどこまでなのかを考える。そうすると、動詞をチェックすると would be という動詞が見つかりますから、ここからここまでがこういうふうにつながって、 the people が would be the first、 最初の人間になるだろうというふうに見えるかと思います。最初は関係詞も除いて考えればよくて、The people would be the first to throw a stone at me in adversity. Adversity は逆境という意味ですね。そうすると、その人々が私に対して石を投げてくる、逆境に ある時に私に対して石を投げてくる最初の人間になるだろう。はい、ここでここの、カッコカッコでくくった関係詞のところですけども、ここを捉えると、ウッドとは、ここから仮定法だということがわかりますね。私が大臣ならば私に敬意を払うような人々は、私が、逆境にあるときには最初に私に石を投げてくる人間に、このウッドも仮定法でしょ、なるだろうということですね。はい、次4番目。 Actions that matter to no one without a motor car with a car may become antisocial and deadly dangerous というふうになります。はい、ここでカンマカンマがあるので、まず with a car は最初取って考えてあげると分かりやすいです。そうすると matter という動詞はありますが、関係代名詞だってことは分かりますね。そうすると that からここまでカッコでくって矢印。そうすると become という動詞の主語は actions しかありません。そうすると、まず最初は、この関係詞構造や with a car といった表現は、とりあえず取って考えればいいです。そうすると、actions は、行動は、become、なるかもしれない、アンチソーシャルで、非常に危険な、ものになるかもしれない。じゃあ、どういう行動が、反社会的で、非常に危険な、行動になるのかというと、that matter to no one without a motor car。とありますね。マターというのは要するに重大であるとか重要であるという意味で、この without は何々なしでという意味ではなくて、仮定法以外でも何々がなければという条件の意味を表すことがあります。車がなければ誰にも重大にならないような、行動が、反社会的でとても危険なものになるかもしれない。ここで with a car も条件だということに気がついてほしいですね。車があればということです。つまり車がなければ誰に対しても重大にならない、問題にならないような行動が、車があれば、反社会的でとても危険なものになる可能性があるということですね。次5番目。 The most beautiful thing we can experience is ということで、ここでも experience 動詞、 is が動詞、あららら動詞が2つあるぞということで、おかしいなと考えて、 experience の主語は当然左側にある主語ですね、we ですね、だけどもこの is の主語が、experience という動詞しかないので見つからない。そうするとこの前全体の部分が主語になるというふうに、考えてください。そうすると、we can experience の部分は、that が省略された関係代名詞。つまり、我々が経験することができる最も美しいものは、これが全体が主語で、ミステリアスなものである。神秘的なものである。となります。次、6番も、to 不定詞のことを to プラス動詞の原型だというふうに、習ってしまうので、to プラス動詞の原型しか見えない人がいますが、どこまでが不定詞なのか、to recognize で終わってるのかをよく考えましょう。そうすると、recognize は認識するです。認識することは、で、ざっと以下、まだありますから、ざっと以下のことをということで、ここからここまでを、不定詞の範囲として捉えてあげる。これが大事ですね。まず be painful という箇所を、VC というふうにちゃんと読んで、この主語を探していくと、この前にあるものを塊として読まないとしょうがない
全体が S だということです。つまりあなたの長所というものが Not so as ですから、あなたが考えていたよりほど大きなものではないというふうに認識することは For a moment しばらくの間、苦痛を伴うものかもしれませんねという意味です。はい、次7番に行きますが、 that がついている文は文ということって意味になりますから、文全体の SV にはならない。つまりこの部分ですね、教育のある人間がより幸せである、教育のない人間よりもというこの that がついているこの塊は一塊になってしまう。そうするとこの is に対しての主語がこの塊だというふうに読めるかどうか、このようにテリトリーを意識するということが非常に読解では大事です。そうすると教育を受けた人間が教育のない人間より幸せであるということは、is by no means 決してセルフエビデント、自明なことではありませんよと。つまり教育があるから教育がない人間よりも、より幸せだ、これが当たり前でしょということは決してないということです。はい、動名詞も動詞の ing というふうに教わることが多いですけども、そこで終わってるかどうかを考えなきゃいけないんですね。そうすると借りることではおかしくて too much money までが一塊だというふうに読み方を変えます。そうすると got の主語がここしかない。そうするとあまりに多くのお金を借りすぎたことが、ジョンを serious trouble へと導いた、つまり、重大なトラブルへと導いた。無政府主語ですから、あまりにお金を借りすぎたせいでジョンは、深刻なトラブル、深刻な状況にいる、困難にいるということになります。次、はい、では次9番ですが、ほとんどの人がまず The man burst out of the room、 その男が、部屋から飛び出してきたというふうに読みますよね。ところが was を見てあれと思わなきゃいけないわけですね。そうすると、ここの部分っていうのは、当然、動詞が2つ、連結するわけないわけですから、ここからここまでがここにつながる、Who had burst out、 つまり完了を表していると考えるのが妥当です。そうすると部屋から飛び出してきたばっかりのその男は私のおじさんですとなりますね。今日はここまで。